小なり紅白リハ大なりキング&プリンス紅白初出場で緊張気味。メンバー愛を感じさせる場面も。12月31日月曜日に NHK 総合にて生放送される第69回 NHK 紅白歌合戦夜7時15分11時45分のリハーサルが会場となる東京渋谷の NHK ホールで行われ、キング&プリンスが登場した。今年5月に CD デビューを果たした彼らは今回が紅白初出場。ステージに登場すると緊張気味なのか、しばらく全員が気をつけをしたままの状態。そしてアカペラでしっかりと歌いながら一つ一つの立ち位置を丁寧にチェックした上でリハーサルに臨んでいた。披露する楽曲は2018年5月にリリースしたデビューシングルシンデレラガール。パフォーマンス中は緊張が解けてきたのかメンバーに笑顔が見られた。横一列に並ぶ振り付けでは現在休養中のメンバー岩橋玄樹の立ち位置が開けられており、メンバーの絆を感じさせた。また曲の後半では大勢のジャニーズ JR が登場。客席全体を巻き込むパフォーマンスは本番で観客を大いに盛り上げるに違いない。楽曲披露のリハーサルが終了するとステージの端に移動し段取りを確認。その最中に同じ白組の出場歌手山内圭介がステージに登場すると、スタッフの話に耳を傾けながらも館内へ拍手を送る様子も見られた。